Thank you. こいつはやりたい。こいつはだってさ、許されないじゃん、こいつ。こいつは許されなくない？こいつはだってさ、なんでこいつ許さなきゃいけないの？だって王様も殺したよ、こいつ。いや、こいつは許しちゃダメでしょ。レベル9999ってどんだけモンスター殺したのって話ペコじゃん。好きな方でいいんだよ。見逃したくないけど、今まで殺さないでみんなやってきたペコだからな。改心させるか、ペコーラの元に置いてこいつをね。こいつももしかしたら悪魔に心を奪われた民かもしれないペコだから。お前次やったらあれペコだからな。炎で燃やすペコだからな、マジで。炎で。ペコーラ綺麗事嫌いなんだけどね、今回は。見逃そう。何の真似？僕が反省したとでも思ってる？ありえないよ。死にたくないだろ、誰しも。僕を逃がしたって何も変わらない。終わらせたいなら僕を殺すしかない。死にてえの、お前は。僕を生かしておいたらまた戻ってくるよ。またやったらお前を本当に燃やすからな。君を殺すよ。君じゃペコーラには勝てない。みんなを殺すよ。じゃあお前倒すぞ、魔人を。じゃあお前倒すからな、そんなこと言ってると。君の大切な仲間も殺しちゃうよ。いや、お前マジだったらもうボコボコにすんぞ、マジで。戦うぞ、マジで。本当はそんな強がってても心がもう砕けてるペコなんだろ。分かってんだよ。あ、あれなんかハテナになってるとどうして？だから見逃せねえペコでしょ。どうして僕に優しくするの？まあ、いい心も持ってるペコなんじゃないの。理解できない。じゃあ倒してよ、いいか。お前は一番最初に倒したいペコだよ。何なんだよ。意味がわからないよ。フラビーは逃げ去った。悪いことするんじゃないよ、あんた。君こそ自分が何したの分かっ何したか分かってる。終わるわけないよね。期待通り？殺すよ。殺すって決めてたもん。ただの花だ。邪悪な花よ。でも船長優しいから見逃してあげちゃう。何の真似？僕は反省したとでも思ってるの？思ってるよ。ありえないよ。信じてるから。僕を逃がしたって何も変わらない。終わらせたいなら僕を殺すしかない。そんなことはないさ。僕は生かしておいたらまた戻ってくるよ。またやろうぜ。お前との戦い結構楽しかった。君を殺すよ。いいよ。みんなを殺すよ。君の大切な仲間も殺しちゃうよ。あのな、悟空もベジータもピッコロも見逃したんだよ。わかるか？もっと強くなって滅ぼしに来い。船長はその一歩先を行くぜ。その一歩先を行ってお前を止めるのは船長だ。どうして？どうして僕に優しくするの？理解できない。いや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 、愛を思い出せ。何なんだよ、愛を思い出して。意味がわからないよ。フラウィーは逃げ去った。
これでよかったんさ。そうだろう。でもよく考えたら、アズゴは殺された？もしかして。あらー、栄養なくなっちゃったの。言ったよな、私、お前だけはぶっ殺すって。ふぅ、僕の期待通りだ。こいつだけは、ちょっとぶっ殺さないと。いや、言ったよな、私、こいつだけはぶっ殺すって言ったよな。たとえバッドエンドでもこいつだけはぶっ殺すと言った。ただの花だ。うわ、うわ、これはさすがに。さすがの渡部でもこれは見逃せないんだけど。見逃せねえ、渡部は。だってアズゴアオの命を奪ったんだぞ。渡部は見逃せない。戦う。いやでもなー、いや戦ってみる。今までみんな見逃してきたけど、フラウィお前だけは見逃さない。僕の期待通りだ。あ、手にかけてしまった。ルフィじゃない、あれルフィ。なに、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 選択肢が出てきた。戦う、見残す。まさかのここで究極の選択。ルナはこいつを燃やしたい気持ちはあるけど、バカだねって言われるんだな。のの仲間も殺
殺しちゃうよ。そしたらルーナが守るなら。みんながそうだよ。どうして？どうして僕に優しくするの？それがルーナだからな。理解できない。何なんだよ。意味が分からないよ。フラウィーは逃げ去った。見逃すわけないだろ。僕の期待通りだ。ただの花だ。てめえよくもやってくれたの。見逃すわけねえだろ、冒険。うわ、迷う。いやでもここで一人でも倒したらスバルの今までのそれが無駄になるから、スバルはこいつのためじゃなくてスバルのために見逃す。別にお前を許したわけじゃないけど、ここで一匹でも倒したら意味なくなっちゃうから、スバルのために見逃す。何の真似？僕が反省したとでも思ってるの？ありえないよ。僕を逃がしたって何も変わらない。終わらせたいなら僕を殺すしかない。僕を生かしておいたらまた戻ってくるよ。まあ、そしたらまた倒すか。君を殺すよ。はいはい、みんなを殺すよ。お前まあ勝負に勝っちゃったから大丈夫です。君の大切な仲間を殺しちゃうよ。まあ、でもね、今回の勝負でスバルのが強いってね、決まっちゃったからね。はい。どうして、どうして僕に優しくするの？優しくしてねえよ別に。理解できない。別に優しくしてねえわ。何なんだよ、意味がわからないよ。フラウィーは逃げ去った。よっしゃー、よっしゃー。じゃあ戦うよ。散々してやられたんだからな。僕の期待通りだ。ただの花だ。いいんだ、もう一人殺したらもう道は変えられないんだよ。もうみんな殺すしかないんだよ。